ドイツ帝国軍時代の軍とハンス軍とはドイツの軍人、ボリビア政府の軍事顧問、ボリビア軍総司令官としてチャコ戦争を指導した。ドイツ帝国のノイッシュトレイリッツで軍人の家系に生まれる。1889年、士官候補生としてドイツ軍に入る。1902年、大尉として参謀本部に配属される。1908年、 ドイツ帝国の軍事施設団の一員としてボリビアに派遣される。1911年からドイツ軍を手本としたボリビアの軍政改革に着手。しかし1914年に第一次世界大戦が勃発するとドイツ本国に召喚された。東部戦線で連隊長を務め少々にまで昇進した。終戦後、1921年に再びボリビアに渡り、 ボリビア国籍を取得し、ボリビア軍に対象として迎えられた。1911年に着手した軍政改革を継続した。ボリビア軍の大部分の将校とは、対照的に兵士の待遇改善に配慮したため人気を得た。1923年、軍事大臣に任命される。この頃ともに軍事顧問を務めていたドイツ人の中にナチスの大物となった。 エルンストレームもいた。1930年にエルナンドシレスレーエス大統領が倒されるとドイツに戻った。1932年パラグアイとのチャコ戦争を控えたボリビア政府に再度招兵されボリビアに渡る。この戦争では総司令官としてボリビア軍を指導。しかしボリビア軍はパラグアイ軍よりも装備や 空軍力に優れていたにもかかわらず、守りぬ固いパラグアイ軍陣地に対して無意味な攻撃をかけて大損害を出すなど、彼の作戦指導は、ボリビア軍の利点を生かすことができなかった。事前準備が足らなかったため補給に苦しみ、また敵であるパラグアイ軍についての研究も足りなかった。こうして、ボリビア軍部隊は、カッ撃破されていった。 この敗北のボリビアにおける政治的影響は今日まで続いている。敗戦の責任を問われた君とは1933年12月に職を辞し、ボリビアを出国、スイスのルガーノで死去した。ありがとうございます。